どうも皆さん、こんにちは。私キャプテンになりました。バルセロナでは、カタルーニャの海沿いですね、全部そうなんですけど、夏になると結構多くの人がヨットに乗り出すんですよね。ヨットを借りてぐるっと地中海をこう回ったり、全部回るわけじゃないですよ。ちょっとこう、出かけたり、ランチを食べたりね、羨ましいんですよ。私の場合はヨットとかボートを持ってるお金持ちの友達がいないんですけど、みんなで借りて自分たちで運転すれば安く済むんじゃないかということで、今回は船の免許を取ってみようと思いました。さらに私の場合は普通のライセンスをさらにちょっとグレードアップして、バルセロナからバレアレス諸島、マリョルカ、メノルカ、イビサがある、島々まで行けるものもちょっと取ろうかなと思います。でそれがちょっと辛いんですけど、これはまた今度の動画でお見せします。この動画では、船のライセンスを取得するまでの工程をお見せしたいと思います。バルセロナの港からヨットに乗っていろいろトレーニングする様子も撮影したので、綺麗な船からの景色をお楽しみください。今日雨が降ってるんですけど、これからラジオのコースですね。8時間ぐらい、1日土曜日。教室はこういう感じですね。Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Apex Sync, Apex Sync, Apex Sync. Ecofox Hotel 890 primero. Ecofox Hotel 890 primero. Ecofox Hotel 890 primero. Mayday. Nos encontramos en latitud 38 grados 44063 minutos norte, 0 grados 22033 minutos este. Hemos tenido una pequeña explosión y solicitamos rescate. Cambio.今最初の2時間の授業が終わったので、ちょっとコーヒーをゲットして次の授業の準備をします。午前の授業が終わったので、これからご飯を食べてこの午後の授業に挑みます。ご覧の通り目の前にあるのが、港なんですね。ヨットとかが置いてあるんですけど、ここに学校があります。船の学校。今から教科書とかをちょっと取りに行かないといけないんで。今から初めてのモーターの練習をしに行きます。ちょっとお茶をゲットして、楽しみです。cosa sono specifiche o secondo le carne con lui? No.何を勉強するかというと、テーマごとに分かれてるんですけど、船のパーツと法律系のこととか、事故があった時に何をすべきかとか、船の種類によってどういう時にどういう音を出すとか、海の上で見つけたこういう印をどうやって読み取るか、これが一番難しいんですよね。難しいというか、覚えないといけないのが船の長さとか、何をやってるか、あとはどういう種類の船かによって電気が変わったり、これを覚える。あとは船をどう操縦するかと、船がこうやってこうクロスする時に優先順位はどうなるのかっていうこととかですね。あとは気候とか、これですね、最後のテーマは、GPS がなかった時代にこういう海図を見てどうやってこう移動すればいいのかとか、これも試験に出てきますね。4問出てきます。具体的に何が出るかって説明するのが難しいんですよね。とりあえずいろいろ計算をする必要があります。そんなに難しくないですね。覚える数式も2つか3つぐらいだし、全然大したことないです。結構面白いです。試験をこれから受けに行くんですけど、思ったよりもなんか田舎すぎてどこだここって感じです。ちょっと周りをお見せしますね。こんなとこですよ。この試験は政府が行っているもので、月1しかないんですね。でちょうど5月は隣の県、しかも田舎でやります。